が今朝へ渡り、いや、ブルーシートのオープニング聞いてますけど相変わらず玄道さんの声がいいっすね。怒り玄道。さあやりましょう、頑張ります。コバモフモフさんとカズヤンです。本日もよろしくお願いします。ブルーシート串灘記録展やっていきます。前回は12話まで行ってヒルコに乗り込むことができましたね、全員で。で、残るは、ルリと、あれですね、あと新海も前回顔を出して、まあついに、今回戦闘になる可能性が。モーさんとカズヤンアイスナウライブ、ルリはストリーミングレトロ、シャープ5第12話ヒルコ全員出勤中、ルリから。ブルーシードキー稲田広久伝 SS レトロゲーム18歳以上推奨。絶対に強いんで苦戦すると思います。まあ頑張りますか。ちなみにブルーシードはサブスクオンリーです。アーカイブに関してはよろしくお願いします。まあセーブしてあってロードしたからそのまま行っちゃいますか。もうすぐ、ね、こんな空の上までやってくるとは。国土管理室もなかなかしつこいわね。あなたたち一体日本をどうするつもりなの。お前たちにわかるの。仲間に裏切られ罵られ捨てられた辛そう。ユズのためにも嘘や裏切りが溢れ腐れ切っているこの国を破壊するの。確かに生きていると悲しいことも辛いこともいろいろあるけど、でも、私うまく言えないけど、いいことだってたくさんあります。楽しいことだって嬉しいことだって。私なら好きな人と一緒にいられればそれだけですごく嬉しいです。だから私負けない。あなたたちが日本を破壊するつもりなら私戦います。クシナガの剣。そう、鏡の封印を解いたのね。クシナガとアンケはやはり戦う宿命か。よかろう。私も真の姿を見せる年を来たね。風を吹け、雲は、まあ、スザクでしょうね。雲は流れよ、虚偽の国の崩壊は今ここで始まるのだ。うわ、すげえ。うん、スザクだね。鳥だった。いや、いきなり範囲じゃねえか。モーさん、急に来んの？うん、3だから2で来るね。したもんかな、俺。したほうがいいの？守り固めでいってみますか。よーい。すごいね、みんな。高い。ちょっと待って、STR めちゃくちゃ高いよ。いや、今まで一番強いんじゃないの、これ。いや、きつ。こっちのデフ、大体2だし。おかしい。攻撃力の高いデフがあってねえよ。いやー、防御つけてこの痛さかよ。しんどすぎる。足しんどいな、このゲーム。これでしかもデフ4だから、ね、おかしいよ。新人体かまん。来たな。もっとしかもデフできねえし、最低。ちょっと待って。生きてこねえな。ってことは、今回に関しては攻めた方がいいね。ああ、で、あれは、解除できないね。もうやめてもさ。まずやめて。
こう解除されて、こっちは解除できない。当たんねえじゃねえけど。いやー、攻撃力が足りてねえ。強な、クソの剣だもん。で、役に立ってねえ。来たね。4か。どうしたもんかね。攻撃1だね。攻めるか。またあれかよ。ブロックかよ。つった。ブロックなぁ、もったもん。当たんねえから、どうでしょうか。で、ここは、近くはねえ。はい、こうするしかねえな。うわ、うれ。ここうぜえなぁ。4ぶちかまった4。でも12しか取る。いやー、そっぱ。出て。ちょっと音出てるの心配だね。設定確認しよう。出てる、出てる、大丈夫。一気に、うわぁ、来んのか、鬱陶しいなぁ。これやってみる。モンスさん、モンスさん、いたずらやめて。レイ上げてきた。いやいや、あんなしてやるじゃ無理だって。いや、きついな、2しか当てれるの。マジきついよ。スティアを下げれれば完璧。よし。あ、来たぜ。あ、なぎ乗ったね。どうしよっかね、これ。きっ、え。いやー、あの4はいつになったら下げれんだよ。あ、そっち来たか。いやー、死んだな、これ。死んだわ。残念。いやー、早いよ。ういで、守りを固めた。攻撃いないから。4しかない。うん、くそ。これは痛い。これは痛い。いやー、タイミング遅えもん、マジで。てててて。ちょっと、こう、上げてないね、こう。いやー、これ何着ても死ぬだろうな、多分。念のために。
て。さあ、じ。草薙しか攻撃できない。マジきついんだけど。うわぁ、こう3来るね。うわぁ、きつい。きつい。マジかよ、無理なんですけど。来てこい。ああ、そうですね、初めて。これは勝てねえと思うよ。攻撃したら元気。いやもう草薙狙いすぎだよ。キッチンだよ。配信だ。配信だよ。終了。攻撃できねえしな。うん。OK、いけそうだな、でも、あそこまで削れたってことは。なぜか必殺だな、この。これは何とか耐えたってことだ。だろ、言わない。防御しても負ける。に範囲をやってくるわけではなさそう。最初は固定なわけ。いや、これ本当だよね。またこのパターンかよ。無理だって。2ターンで死ぬじゃねえけど。最初のターン防御しねえダメなんかな。要は、最初のうちに防御力を固めておいて、防御アップが出るの待ってたから。やすげえ。
人気。ヘラで全然ヘラで、うわ範囲来やがった、マジかよ。欲しいなこれ。Saturn? そうですよ、サタンです。 Good morning. おはようございます。サタン、ペガサタン、だいぶ前から待ちしてますけど、ペガサタン。Do you ever play any CPCFX? Like Battle Heat or Team Innocent? PCFX はプレイしたことないですね。気がついた頃にはもう発売終了してたんで。今回も攻撃してこない。じゃあ上げて。残念なハードです。スーパー CD ロムの後継機みたいな。Haha, I imported the PCFX in anticipation for the proper follow-up to the PC engine. I was so disappointed. なるほどね。いや、やってる人少ないと思うんで、まあ、あれです。レアだと思う。プレミア、プレミア。うわぁ、来たなぁ、これきっちいなぁ。ちょっと待って、大丈夫かなぁ。いや、多分あれ使ってくるから。これ固めとく。ターンは結構ソフト持ってる。あ、ちょこちょこ配信すると思います。わ、これ範囲だ。きついなぁ。うわぁ、来たよ。もう即来たよ。いや、これ死んだんじゃね。いやぁ、倒せね。マジ倒せね。ゲーすぎだよ、このゲーム。ノーラー。いや、死ぬのは早いうちに死ぬ。読んできたよ、バカじゃねえの。無理無理無理。4は無理だよ。いや、ひどいな。勝負制になります。いやー、もう十分な固めていますよ。
かに桜が死なないかっていう話題です。今回は。桜が生き残ってくんねえと、なんもいいねえ。あげるのどうにかできねえんだろうね。きっちりな。いや、どうせ間に合わねえから、行くか、こうで。で、で、久々に PCFX と同じ感じになったのはあれですね、ドリームキャストですね。この2つは。だったらお金を損した。ステータスダウン。はい、これ、こうしねえダメっす。で、ここどうするか、攻撃はしてこんね。さらに、もう一個上げようとしてんな、ちょっと待って。いや、きち。で、ここは、これも、してこないかな、こうね。新人からだかまん。うん。あ、ちょっと早かった。次絶対。てくんじゃね。ああ、当然のように下げてきやがった。下げれねえのが。見えない、見えない。見えない。
死んでんじゃん、もう。もう。いやー、攻撃力は無理だろ。いや、範囲来たね。つい。で、向こうは亀が来んだろうな。嫌がらせ以外何にもでもねえや。相性悪い組み合わせ、いすぎだよな。章ごとにね、あの、カードがね、多分決まってるんだよ。帰るか。で、ここはもうカメが出ないパターンになって、ロケ。いや、来たね。いや、きついなこれ。きつい。どうでもいいっす。通信だな。引っかかるとこねえかな。さらに上げようとしてる。バッタ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 ッ。いやー、こっさん来たら死ぬわ、ロッテにしても。マジかよ。死ぬから来た。攻めるしかないです。いやー、似たよ。なんか攻撃してこねえか。いやー、上げてきた。くっそしょうがねえな。なんかいいカード来ねえかな。うわ、下げられた。そこ行って。いや、範囲来たね。ついに来たか。範囲にして死ぬけど。やめて。いやー、範囲には無理だわ。これ配信できるレベルかな。ひたすらエンドレスで続くよ、これ。しかも防御ねえし、最悪だわ。いやー、泣きそう。
見つけます。攻撃してきてもいいでしょう。止めてくれ、頼むよ。よし、ナイス。1ならなんとか。向こうが5あるんだからさ、こっちが1じゃ無理だろ。うわ、黄色のゲージが欲しい。黄色のゲージどうにかなるんですか。ここで回るだけでだいぶ違うんです。うわぁ、ギリギリ。あー、生きてやぁ。新人体かまん。いや、遅えよ、もう。何やっとんのよ。いや、1じゃ無理。いやー、せめても意味ねえしな。何これ。必殺が出るの待つしかねえんだろうな、このゲーム。攻撃が出ないって意味ないんですよ。今回めちゃくちゃ範囲なんですよ。シャキーンとか言って意味だからシャキーン。だよこれ、ひでえな。ひでえ。こっちに、さくら狙ってほしい。いいよ、さくら。さくらを狙ってほしい。攻撃するんだろ。あ、範囲できてんじゃん。範囲かよ。範囲。範囲はやめて。よし。ぐらいに削ってくれればいいんだよ。いいね。よし。なあ。そしてつける。新人体かまん。なに？4、ここで4が来たか。次のターンは草薙次第だ。うぅ、いや
やー、ギリ来てる、ギリ来てる。オッケーオッケーオッケー。いいよ、いいよ。ああ、ちょっと、これで、さなぎゃ先来た、あっちだわ。オッケーオッケー。もう攻めよう。よし、勝った。よし。幸先順調。えい。さすが、クシナの剣。ユズ姫の無念を私が晴らすことはできなかったか。ルイさん、教えてください。ユズ姫さんという人がどうしてクシナの一族を追われたのか。私もクシナの血を引いています。知りたいんです、ユズ姫さん。そうか、お前が現代の人柱か。ならば、クシナの血の力は知っているな。自らの命を絶つことで荒神を封じる、クシナの女性のみ受け継がれる、純血の力だ。こんな悲しい力が純血の力だとは私は思わないけれど。遥か昔。遥か信頼の、昔。ユズはクシナの力を受け継ぐべき、血族の娘としてこの世に生を受けた。だがなぜか、ユズには荒神を封じる純血の力が生まれつき備わっていなかったのだ。ユズとその一族は他のクシナの一族から厳しい仕打ちを受けた。まだ小さい子供のユズにまで、そしてとうとうある日。クシナの一族はユズの一族の村を前触れもなく襲った。人々は次々と殺され、家々は焼かれた。ひどい話だ。なんとか生き残ったユズは遠く遠くクシナの手を逃れつつ逃げ延びた。で、ユズと共に逃げ落ちた一族の者、私はその一族の中の一人だった。グフ、深海、流星、みんなユズの一族の生き残り、そしてユズの数少ない友達だった。それでヒルコとこの足舟を使ってユズさんの復讐をするつもりなのね。でもルイさん、私にも大事な友達や家族がいます。もちろん日本人の全ての人にも。あなたがやろうとしていることは、あなたたちがやろうとしていることは、そのクシナの一族と同じなのではありませんか。それになぜクシナの血を引くあなたたちが、あなたたちがなぜ荒神になっているんですか。教えてください、ルイさん。少しおしゃべりが過ぎたようで、もう話すことは何もないよ。モミジ、あなただったら、ユズという友達になってくれたでしょうにね。ルイさん。俺も両親を荒神に殺された。もうこんな悲劇は繰り返しちゃいけねえんだよ。まだこの足舟落ちていねえ。モミジ、いい名字の姉ちゃん。さあ行こうぜ。はい、草薙さん。陰陽師か。で、13は何のかね。どうなんでしょう。ならねえんだ、わ。あ、これで合流したね。おお、もみじちゃん無事だったか。どうやらみんな合流できたようだ。たけちゃん、どこ行ってたんだよ。私たちはびしょ濡れになって大変だったんだぞ。かすみちゃん、体の方は大丈夫。全くみんなどこを迷ってたのかしら。方向音痴ね。ごめん、松ネームよかった。心配したんだから。はあ、助かった。おじさんお待たせしました。私も草薙さんも桜さんも元気です。何はともあれみんなが無事で何よりだ。ここまで深く入り込めばヒルコも近いはずだ。ええ、私たちが来たことも知っています。私の声も聞こえてるはずです。よし、ヒルコも止めれば足舟も止まるはずだ。みんな行くぞ。待ってください。私一人で行かせてください。え一人で無理だよ。かすみちゃん何をバカなこと言い出すんだ。すいません。国木田さん。でも、ヒルコだけは私が助けたいんです。ヒルコはまだ子供なんです。私たちがみんなで詰め寄ったら、きっと私たちは怖がってその力を暴走させてしまうでしょう。だから私一人で行かせてください。ヒルコと話し合ってみます。行けばいいさ。つなぎさん。だがな、傷の舐め合いだけはやめておけよ。それはヒルコのためにもならねえ。強く生きる姿を見せてやるんだ。そう、今のお前さんのような姿をな。はい。おっと、霞だけ戦線に立つか。わあ、ソロだ。来たね、ソロ。かすみちゃん、本当に無理はいかんよ。かすみちゃん、頑張ってね。ここでかすみちゃんを待ってるからね。かすみちゃん、私もかすみちゃんを信じろ。ファイト、応援してるからね。
さすがにソロじゃ戦わねえと思うけどね。全くヒルコはユウに譲ってあげれば頑張ってらっしゃい。お前さんも初めて会った時に随分頼りなく見えたもんだな、強くなったな。ヒルコには骨がないということですから、あくまで僕の予想ですけど、きっと素早くないはずです。当たり前の話だが、1対1の戦いは必ず相手の攻撃が自分に来る。相手の攻撃をよく見る。うわ、マジで戦うのこれ。相手の攻撃をよく見るんだ。特に力を貯めた強力な攻撃が気をつける。装備しないとダメだな。どれが装備できる？これか。ちょっとこれ桜だ。これか、これだ。いやー、防御カットいいのかな。河川車みんなで待ってるからね、ちゃんと帰ってこなきゃダメよ。ちょっとセーブしよう。これ、誰と戦うんだろうね、ソロで。ちょっと待って、体力ねえじゃねえか。これ体力回復できるとかあんのかな？いけません。そこはいけます。上もいけます。どっちかが体力回復の可能性あるね。いけねえんだ。いけねえんだ。そうですか。ああ、そうだね。このあれだね。メンバーが来た方向から。即戦闘じゃねえよな、まさか。いや、これだったら死ぬしかねえぞ。いや、ヒルコ。あ、お前の声、何度も聞いた、カスミだな。カスミ、何しに来たんだ、来るなよ。ヒルコ、あなたを助けに来たの。ひとつき、僕を馬鹿にして来たんだ。みんなと違うから馬鹿にしに来たんだ。違うわ、ヒルコ。私にもあなたの悲しみはよくわかる。でもいつまでもその悲しみの殻に閉じこもっていてはいけないのよ。強く生きるの。私はそれをあなたに教えたいの。モイちゃんや国土管理室のみんなが私に教えてくれたように、ヒルコお願い、私の話を聞いて。うるさい、僕なんか必要ないんだ。だから母さんも父さんもいらなかったんだ。だから僕は捨てられたんだ。ヒルコ。みんな嫌いだ。みんないなくなればいいんだ。そうよね、ヒルコ。私にもあった。周りの人が誰も信じられなかった時。みんな潰されちゃえ。こんな世界みんな潰れちゃえ。ヒルコ。私、あなたとは戦いたくない。それに本当を言うと、私怖いの。私、あなたと戦ったら死ぬかもしれない。だから私をよく見ておいて。嫌なこと、怖いこと、それにぶつかっていく私を。私はあなたと戦います。あなたに私を見てほしいから。ちょ、無理。回復してねっちゅうね。いや、回復してねえから無理だって、ね。しかも攻撃じゃん。フル攻撃じゃねえか。これいきなり殺されんじゃね。あ、でも防御固めてるから、食らわねえんだ。なるほどね。いや、まさかのここに来て回復させないのはひどいな。これを使えたんだ。3だよ。3だとさすがに食らっちゃうかな。あ、これ死んだね。いや、しょうがねえよ。てんてんてんてるぜん。ずっと一人だったけど、今はそうじゃない。だから私、負けません。体力回復してやるよ。いや、これ回復アイテムなかったらどうしてたって言うんだろう。
さすがミステリアス東京だぜ。これでいいんだよね。まあさすがに勝てるように設計されてると思うんだけどね。ソロ戦だから。まあ少なくとも買い替えしとかねとダメっすね。いや、買い替えてもあったっけ？お茶があるね。6回復しないとダメ。これじゃ回復しきれねえわ。うわぁ、マジかよ。これが多分あれかな、範囲だったっけ。これ単体だよな。いやぁ、この位置どうしよっか。この位置のために使うか。結構ギリギリの戦いになりそうな気がするもんね。ヒルコ！いやもうこれが子供じゃなかったら気持ち悪いって言うんだよ。まあ、ヒルコを救ってあげようか。ヒルコを倒した後に、深海と戦うってこと？ってことはここラストダンジョンじゃねえの？まさかの。そっちが来るんだ、今回。防御ができねえのきついよね。とりあえず向こうが3にならなければ食らわないか。向こうも防御力高いんだよね。こっちも攻撃力上げないと当てれない。ラウンド。ラウンド。あ、キョッケ。さらに上げていこうか。ああ、下げようとしてんな、こいつ。じゃあ、これでちょうどいいか。あう。今の状態で1しか当てられない。かなりきついよな。いや、食らうんかい。いや、来たね。ここで来たね。いやー、どうしよっか。やってくるだろうなぁ。このターン耐えるか、じゃあ。ねえんじゃねえか。ちょっと、そこがちょっと心配だな。いや、楽らうなってよ、もう。いや、もう、かなりの運ゲーじゃねえかよ。ないし。いや、きつ。難しいね。ハメ、こうか。
ああ、さっき来たよ、きっちり。ああ、よかったよかった、かわしたわ、オッケー。茶道剣。おっしゃ、上げてきたぜ。肉声よりは楽っぽいね。ほい、さらに上げすぎ。ガードポジション。これは来るし、まあ、しょうがねえ。来たね。じゃあ、ちょっと攻めるか。よいしょ。はい。こっちもでかいぞ。チューいったぞ。ああ、これもう一回2が出たら押し勝てるかも。ああ、こういう時に限って2が来ねえんだ。しいなこれ。間に合わねえよな。そう。いやー、もう固めやがった。先に来れば勝ち。ああ、負けた。出た。オッケー、かわした。ああ、よかった。いや、普通に気持ち悪いよ、ヒルコ。さあ、どうなるんだ？大陸ごと沈むんかな。お？元に戻る。あ、じゃあ、なんか、まがたまになるか。まがたまっぽくねえな。魂っぽくねえな。ごめんなさい、ヒルコ。痛かった。本当にごめんなさい。私はどうしてもあなたを憎しみだけの人にはしたくなかった。かすみ。ヒルコ。かすみ、僕はいけなかったんだ。僕、今の戦いは痛かったよ。多分かすみも痛かったよ。痛いのは嫌だよ。みんなが痛いのも嫌だ。もう戦いたくない。かすみが僕を目覚めさせてくれたんだ。ありがとう、かすみ。ヒルコ、ありがとう、ありがとう。でも、かすみ、ごめん。どうしたの、ヒルコ。かすみはこの船を、止めに来たんだよね。でも僕はもう止められないんだ。この船は深海っていうおじさんにあげちゃったんだ。なるほど。ああ、制御できねえんだ。僕を母さんと父さんが作ってくれた国に連れてってくれるって言ったから。深海。ごめんよ、かすみ。ごめん。僕、きっと間違ってた。かすみ、代わりの僕の力を使って。僕なら深海のおじさんがいる場所がわかるから。ヒルコ。かすみ、かすみは僕に教えてくれた。僕も強く生きる。かすみと一緒に深海のおじさんと戦う。どういう感じで戦うんだ。ああ、かすみの力が早い。ヒルコの力として、かすみのあれか能力上がる。かすみがパーッと。B プラスさんより強くなるっていう。あ、いいね。D プラス4、S プラス1。最強じゃん。串長の剣より強い。
したんで、クシナガワ県。それも倍くらい強くないと、何のために取りに行ったのかわかんねえんだ。かずみちゃん、大丈夫か？怪我はないか？はい、大丈夫です。ヒルコは？はい、ヒルコは分かってくれました。今は私と一緒にいます。ヒルコさんもかすみちゃんの気持ちが分かってくれたんだよ、きっと。キャー。何？地震？違います。ここは足船の中です。それよりも足船が加速したような感じがします。スピードを上げたのか？おそらく。いかん、この足船にはおそらく何万というアルガミがいるはずだ。足船が本土に上陸してしまえば、そのアルガミたちは、すべてが崩壊する。日本が、すべてが。いや、それはまずいんじゃない？行きます！私たちしかできないことだもの！だね、ジュンさんは。どうすんの？東京に戻る感じね、とりあえず。進化を探す感じなんか、日本が全てが滅ぼされちゃうっていうの、なんとかして上陸を阻止しないといけないわ。でもどうやって止められるの？ヒルコも分かってくれたのに。この足舟をコントロールしているのは深海です。え、何ですって？かすみちゃん、どうしてそんなことが分かるんだ？ヒルコが教えてくれました。じゃあ深海された探せば足舟は止まるんだな。よし、早速深海のところへ行こう。どうやって？ここは行き止まりですよ。恐れにしても時間がかかりすぎます。ヘリの場所まで戻っていたら時間が足りません。あと数時間で足船は本土に上陸します。じゃあどうすればいいんだよ。みんなが死ぬのをこのまま黙って見てろってのか。ヒルコは深海のところまで連れてってくれます。足船はもともとヒルコが住んでいるところ。私とヒルコが力を合わせればきっと深海にいる場所まで行けるはずです。見ろよ、行けるじゃねえか。でも全員は無理です。私の力が弱いからたくさんの人は運べません。何人なら OK なのかしら。3人。私を入れて3人が限界だと思います。3人。よし、型をつけてやるぜ。何言ってんのこの草萩流、草萩流、陰陽師、スーパーアルガミバスター、山崎桜。待て、草萩危険だ、危険すぎる。ちょっと待って。草萩は確定だろ。敵は我々が想像する以上に強敵だ。3人なので。やるしかないんで、私は。ゲームなんで3人なんで、3人でしか戦闘ができねえゲームだから。クシナガ剣を持つことができる。私がやるんだ。お母さん、おばあちゃん、私を見守って。おじさま、クシナガ剣がないと、金塊には勝ってません。私、かすみちゃんと一緒に今、強制できたよ。来たね。一番弱いもみじが。確かにもみじちゃんには言ってもらうしかない。おじさま、大丈夫ですよ。私だってクシナガだもん。必ず足舟を止めてきます。もういいじゃん。じゃあもう一人は草薙でしょ。私とかすみちゃんとあと一人は。佐々木さん、私と一緒に来てくれる？しょうがねえな。ここまで、せっかくここまで来たんだし、ついていってやるか。だがもういいじゃん。俺がついていくからには安心していい。お前が、俺が必ず守る。もちろん、お嬢ちゃん、あんたもだ。国木田のおじさま、これで三人です。確かに、もういいじゃんが行かない限り、足上を止めることは不可能だ。もういいじゃん、かすみちゃん、草薙くん、君たちに任せよう。はい。さあ、来た、ね、最強メンバー。まあ、さあ、いや、弱えな、しかし。ああ。草薙の装備できるの、これしかねえのがきついよ。いいやつねえのかよ。まあパンツで頑張りましょう。かすみちゃんと倒して帰ってこないと。おでこに疾病だぞ。ミーの疾病はまみじ込み痛いですよ。はい、さくらさん絶対帰ってきます。疾病は嫌ですから。私の代わりに行くんだ。深海なんてぶっ飛ばしてこいよ。わかっています。小梅さんには鍛えられてます。草薙くん、もみじちゃんをかすみちゃんを頼むわね。ああ、言われまでもねえ。二人とも絶対に俺が守る。出発するのがいい。はい、おじさま。すいません、少しセーブさせてよ。どうか出発するのは最後に一言、私に声をかけてね。
新海の今までの行動や性格から戦闘シミュレーションしてみたんだ。新海の性格から弱いものを通じような攻撃がしてこないという、ああ、そういうことなんだ。ってことは、草薙狙ってくるかな。きっとその時、体力が一番高い人を狙ってくると思う。戦闘中も体力に気をつけて、了解。ああ、そのパターンいいや、わかりやすくていいや。普段なんて言わないが頑張ってきて、私たちと日本のみんなのために、そして絶対絶対に帰ってきて。失敗するのかい。はい、おじさま、行ってきます。もういいじゃん、かすみちゃん、草薙くん、一つだけ言いたいことがある。必ず生きて帰ってくる。国土管理室の人は、いかがな時にも国土管理室に戻って初めて任務完了だ。いいな。はい、必ず帰ってきます。でもきっと帰ってきます。待っていてください。松平君、はい。私はいつも思う。なぜ私があの子たちの代わりになることができないの。いいえ、市長、あの子たちは知っているんですよ。自分たちでなければできないことが、自分たちがやらねばならないことがあること。やらねばならないこと。そうだな、あの子たちはそれを国土管理して学んだという。私も逆に教えられたようだ。私も自分のやることをやらねばな。モミジャンたちが戻ってきたいつでもヘリを発信できるようにしておくの。来たね。おそらく最後でしょう。ダンジョンなってんのかな。どうなんでしょう。ああ、回復ポイントある。オッケー。じゃあ、あれだね。ゆっくり進行できるね。あとセーブポイントを見つければとりあえず。なんだろう。あれ？いきなり着いた。あ、着いた。いるわ。ふふ。女子さんでしたね。ここまで私と追い詰められると思いませんでした。ここまで楽しませてくれると思う。それは言うな、新海。お前の計画もここで終わりだ。新海さえ足目を止めてください。これ以上関係ない人を巻き込まないで。あなたは本当に、ちなみに最後に残ってるのはゲームのはずなんで、ゲーム戦です。あなたは本当に水に似ています。顔立ちだけでなく純粋な心を。だがやはりあなたは水ではないのですね。わかっていながらつい私もあなたを言うと思いたがっていたようですね。しかし私も諦めました。あなたはあなたは水ではない。水にもなれない。だが、ゆずの復讐だけは必ず泣き成し遂げる。腐れ切ったこの国を保護して。はい。カメラで見ようかね。だね。これ、ラスボス戦ってことでいいのかね。どうなんだろうね。どうしましょう。まず、早速草薙狙ってくるだろうから、いやでもないじゃん。ないじゃん。いやいや、なんでこんなみんな脳筋なんだよ。いやいや、範囲だっちゅうね。いうね。あ、でもヒットポイント少ねえな、でも。ああ、その回デフが高いんだ。なるほどね。攻撃バフを着て、攻撃バフが来ないと、結局攻撃できねえ。まだいいがよ。この左右に行きます。ちょっとね、もうできねえな。いいような気がするけど。いやいや、その防御か無理っすよ。
でも当たっとすか。これも防御が増えてるから、まあそうだよ。いいな、ちっちちっち。防御消せない感じがきついわ。そっちがいいね。いやー、これどうしても落ちきれんだろう。かわいい死んだしね。そういう意味で超綺麗になるんです。いかに死なないようにして、モミジとカスミのヒットポイントを下回った状態にしないといけない。それが大変だ。ファイヤーみたいなのできればいいんだよ。死んだしてる。リボーバーいいじゃん。あんなの敵がね、防御が高いんだよ。いや、そんなに粘んなくていい。体力少ないけど、攻撃に関しては主力になる可能性がある。防御力もあるし。あの攻撃力じゃダメだ。体力上げてやらないといいです。いやー、ちょっと待ってね。カード予約してみよう。予約をしてみよう。今までやってこなかったけど。ガシがこうしようぞ。よさそうだ。もう一回出直しだ。ラス弾でそれが許されんのかよ。装備の見直しができねえのがきついよ。僕
道管理室に戻らねえと装備変えれねえからな。いいの悪いんだけどね。適当にやったら装備できるとかねえか。指定で書いてある。サーバー指定どうやるんだっけ？なるほど。これで決まってんだ。回復できんだろう。全部回復を始める。謎の回復し。Thank you.
防御入れとくか。あー、防御持ってくればよかったね。でも、入ってから構成があるいねえんだよ。いきなり範囲はきつい。あった3になるんで、攻撃か攻撃さんができる可能性もある。しかも草4にあった4に草薙は攻撃4か攻撃、アップ2攻撃アップ2攻撃かができればいいんだけどダメだタイワザ使ったらだいぶ楽になるんだろうね。あげあげ。間に合わねえからこれ。来たか。いや、キッズ3は無理だよ。あっきーあっきーいや、防御をセットしといた方がいいのかな。バンっていうセット、再セットできないのにね。までいない人です。今度上げてるんだから、今度一気横も上げてるんで。やべえ。
ですよ。いや、下げる系がないとダメなのか。ダメ。あれ？ちょっと待って。いや、押せざる意味ないな。先に死んだ。うわー、くっそいやー、あれが当たるよね。だいぶ違ったんだけど。引き上げて、せーらねえ。いや。かもしれねえな。範囲で来るんだろう。あ、よし。尋常じゃねえ。崩しやってくれるとありがたい。あーなんだよ、何もしてこねえのかよ。何もしてこねえよ、きついな。結局ダウンが出てこねえんだよな。ひどいね。ちょっとだけ狙ってくるってことね。あとはこうしといた方がいいよって言って。何もできねえから、せざるを得ねえ。どうしようか、どうしようか。先に上げちゃおう。これは作戦としては正解だと。死なない。これで火星も強くなる。どうしよっか、範囲来るってことだよ。こうだよ。ここは大丈夫だから。2で来るってことだよ。攻めるか。これはでかい。これはでかい。弾いて、死ぬかな。4、4が生きてるね。
ちょっと減る。ちょっといる。よしよしよし。どうしよっか。どういう感じで防御上げてくるだろうな。ってことは、こうして、いやー難しいなこれ。一目高い狙って霞を狙ってくるから、でこっちに関しては、狙ってくるから防御防御にしとけ。でん、まあ、当然のようにして一回攻撃してくると突け、よし、絶対弾かないで、防御だけは絶対弾いて、よし、オッケー来たな。打ちかますね。あー、でも範囲が来てんな。いやー、これ先に来ねえとアウトだな。狙ってくるのは霞だけど、防御がねえな。いやー、ちょっと、して、狙ってくねえか、範囲来るのか。範囲来るから、防御だ。よしよし、これでいくつ当たる。ああ、3残った。つなぎの攻撃。これで攻撃力上げて。あ、これ誰が攻撃しても勝てる。攻撃サイクル。よし、来た。オッケー、これだよ、これは嬉しい。えい、じゃねえだろうな、多分な、この BGM とか。なんだ、すごい力だわ。力が満ちている。怒り、悲しみ、そして絶望の力。まだ生きてやがるのか。しぶといぜ。残りの体力が多い人を狙ってきます。特に最初には凄まじい攻撃が来ます。うわー、セーブできねえんだ。最悪だこれ。回復はできるけど。
当に全体攻撃来るんであれば、やっぱ防御で固めますか。残念。であれば、下げて、これ、以降がランダムになっちゃうのか、結構厳しいっすよね。この辺が来るのをかけた方がいいのかもしれない。セーブができたら一番嬉しいけどね。いや、こんなに来たね。さっきみたいな運が良ければ勝てると思う。いや、これまでの力を持っていたとは。何？新海さん、教えてあげましょう。我々の復讐の意味。七に追われたユズは深い悲しみの中で考えました。こんな悲しみをどうすれば消せるか、こんな争いをなくすにはどうすればよいかを。心を傷つけられたユズは必死に思い悩む姿を。いつも一緒にいた我々も見たことのない痛々しい姿でした。そしてユズは決意したのです。この国を新たに作り直すこと。嘘、裏切りに満ち溢れたこの国を一生崩壊させ、新しい国を作り直そうと。そのためにユズは自分自身の口の力を使い、生き物たちに勾玉を与えました。それが我がアンキス、黒い勾玉はその証。そんなユズさんが荒波を作り出したなんて。だが口の世とアンキスの戦いでユズは殺されました。元は同じ口の世の一族。あなたにはユズの代わりとして我がアンキ一族の新たな姫となってもらえたかとか。ですがあなたは我々に協力してくれそうにない。竜杖の力づくであなたの胸の勾玉はアンキと同じものにし、あなたをユズにしようとしたが、これも失敗した。私ももう諦めました。グフ、竜杖、ルリ、私に貸せ。ユズ姫からもらえいただいた聖なる魂の力を。いや、きついな。ちょっとでけえし。いやいや、でっか。キュービーみたいな感じになったのかな。すごいとこに顔があるな。股間のとこに顔がある。人もらうために悲しみの中で一生終えねばならなかったユズの気持ち。貴様らなどに分かってたまるか。嘘と揺らぎにユズは傷つけられ、そして殺された。憎いと人間、許さなくしまり。揺らぎられてるなお。姫はこの国に希望を持っていた。だが我々ももう騙され、嘘と裏切りに満ち溢れたこの国、そして人間たち、我ら4人の力で崩壊させてくれれば。ラスボス戦ですね。これは完璧。これは確実にラスボス戦ですね。うわいきなりとどめが来てるよ。何この組み合わせ、おかしくねえか。いやいや、これおかしいだろ、絶対。いやいやいや、だって一番最初に。いや、無理だろうか。誰か即死すんじゃねえ。いや、きつ。バフがかかってる状態から始まってんの。どうやって打つんだろう。これ勝てると思って設計してんの。いやいや、おかしいって。絶対クソナギ来るって。そりゃ2だで。あー、きちいよ。範囲が来た時点で終わりだ。ポイント探検みたいな。きついな。やってみると、おかしいってこれ。ちょっとデルゼロにしといてくれよ。あ、いいね、4なら当たるわ。ね、組み
合わせしといてよかった。上げないと無理っすね。上げて、上げて、来ないから、こうの、ちょっと、1段上げてみようね。攻撃来る可能性があるのか。攻撃しといた方がいいかな。いや、この上げ方普通じゃねえよ。一番最初がやっぱすごい、凄まじかった。いやー、デフ上げてるからそんな当たんねえぞ、今回。範囲じゃん。うわぁ、最低だ、これ。最低だ。下げて、息、ゴールド、こうか。攻撃ゴールドで行きたいけど、ダメだ。こうだな。こうだね。絶対範囲。そんな食らわねえ。いやーダメだ、2じゃ死ぬわ。ダメじゃん。いやー死んだよ、無理だよ。いや、パーゲーションとか攻撃じゃないと無理じゃん、どうか。いや、無理っすね。下げて、出して、倒れて。だよ、あれ。おかしいだろ。あの組み合わせ。マイクロな、あ、見えた、くそ、ね、これ、入らせるアイテムとは結構やりたい。いや、分かってます。どっちに合ってくるか分かんねえのか。あ、厄介だね、これ。これ厄介だね。いや、イメージすると積んでるから。ひどい。え、無理だぞ。敵の能力わかんねえの。
になってくるから、初回の対策はあれね、次第でだいぶ変わってくる。まず草薙狙ってくる。あれ確定かな。こんなところから弾入っていって、最初スイッチになる。落ちて、取っていいのか。いや、おかしいよ。使ってくるとね、ねえ、うふふふ、いいと思う。いや、死んだと思うね。カスンであれば、いや、使ってくの2だと思う。攻撃力高いからやっていこう。はい、やったら。いや、大丈夫、勝てる気がしねえな。本当に最初次第です。最初のクソ投げ次第。さっき一人で一緒に。いやー、最初のあれだけちょっとランダムだったらしいね。いいっすよ。だと思う。なんか能力変えたりできねえんだもんな。だったらだいぶ違うんですけどね。はい、やってきまーす。さあ、防御にしねえとダメなんだ。
人気。わかんねんだ俺。ピープルってかけるしかねえのと。ここで範囲が来んのか。いや、絶対止めろ。絶対止めろ、範囲。でも1で来るんであれば、いやー、いそうな気がするよな。
やー、防御を下げたい。防御を下げたいっす。いやー、もう全部クラスになっちゃってるよ。無理だよ。だよな、げっぷり。こうで、こっちをどうせ絶対当たんないんでできねえ。よろしく。感じに向こうがあんまり攻撃してこなければなんとかなるかもしれない。うん、はじいた。オッケー、ナイス。オッケー、いいよ。当たってねえし、近いよ。どうせざるを得ないです。で、ここはどうするか。攻撃は来るよね。来るから、こうして、ギャップは来ないな。霞バックです。なぜ。よーし、はじいた。いいね。ボギャップだ。ダウン来ねえ。近いよ。なんだよあれ。ゲしかねえじゃねえか。欲しいだろ。ゲしかねえって。いやー、4とか来んの。ええですかね。こっちも攻めるけど。いやー、パインさ、というか、残されたら。わかんねえか。あれ1個しか使わねえか、まさか。起きた。起きた、合体技。これ存在忘れてた。すげえじゃん。なんでこんな減るの。いや、合体技強すぎじゃん。攻撃力虫で当たったぞ。いや、ちょっとこれなんかいける可能性出てきた。上げてないもんね。わかんないけど。どうしよっか、これ。一回来るのを想定してやるべきか。どうすっか。なんかあってもここはあるから。落としとくか。するしかない。これでいくか。
よし、これ一気に勝率上がった。当たんないね。霞の攻撃が今一番当たんない。いいね、霞、いいよ、いいよ、霞。いや、楽しくなってきた。急にテンション合体技が見事に決まった。完全に気持ちいい。で、あ、なんかここに来てやっと来たね。で、ここだね。ここは防御ダウンと、上げてくる。これじゃあ多分、普通の攻撃で勝てる。地下1だからどうかな。あ、勝った！よし！よし！いやー、いけるもんだね。いけるもんだね。マジでロープウェイの難易度って違うから、すごい大変だよ、このゲーム。モミジ封印だ。はい。うわ、こんな愚かなる人間なのに。新海さん、あなたの言う通り、私たちは愚かかもしれない。でも、だからこそ強く一生懸命生きているんです。ひりこさんもここにいるかすみちゃんも、周りの人と違うという理由で、ゆずさんのように悲しい思いをしたんです。でも、二人とも一生懸命生きています。ゆずさんだってきっと目的は違うけど、ゆずさんなりに強く生きていたはずです。だけど、何かを滅ぼすために生きているなんて、それは間違いです。ゆずさんだって壊すためではなく、作るために頑張ったんじゃないんです。もういい。もういいです。もみじ、やはり私はお前はゆずに見える。やはりあなたはゆず姫です。シナーという宿命を受け継ぎながらも強く生きる姿。ゆずに本当に似ています。私は奈良の山中で、晩中で、シナーの封印から目覚めました。道路の封印、日光の封印、上野の流星、私の呼びかけで皆も目覚めました。皆ゆずの幻を追い求めていて、ゆずの畑をどこに指示しておった。でも、もみじ、あなたの言葉を聞いて、きっとみんなも分かってくれたでしょう。ふふ、ゆうて、ルリ、ゆずのところへ行こう。ゆずはきっといつものように優しく笑って私たちを待っている。楽しいなぁ、これは。新海さん、奴らは消えちまったから、剣も存在価値を失ってしまったんだ。ルフーさん、リュウセンさん、ルイさん、新海さん、さよなら。受けん、まさか。回復効果は1、怖いんだよ。回復させて、自信。新海がいなくなって、足船を支えるものがなくなった。足船が、危ねえぞ、早く退散しよう。回復して。ヒルコ、どうしたの？カスミ、カスミ、ありがとう、カスミ。僕はここに残る。ヒルコ、なぜ、どうしたの？カスミのおかげで分かったんだ。僕は何をしなくてはいけないの？足船は常に陸に偏りすぎている。このままではカスミに迷惑をかけてしまう。でも、どうする？僕の力を使って足船をこの世界から消すんだ。そんな、あなたはどうなるの？僕はみんなのところに行くよ。今度はみんなと一緒にいられると思う。それに、父さんと母さんが作った国を僕は壊したくない。僕はこの船と一緒なんだ。だから、カスミとサラダにさよならと。そんなヒルコもお別れの。ヒルコのやらせたいようにやらせてやる。カスミ、ヒルコが自分の意志で決めた行動だ。好きにさせてもらおう。ナギさん。カスミちゃん行きましょう。私たちにやることはまだあるはずだ。モミジさん。カスミ。カスミ、君に会えてよかった。最後ぐらい笑ってよ、カスミ。ヒルコ。これで出れる感じか。
ここは突入した時の場所だ。ヒルコが連れてきてくれたんだ。ありがとう、ヒルコ。はい。これ歩ける。回答できねえ。メンバーに話す。いっぱいなさい。よく頑張ったね。本当にご苦労さん。もみじゃん、くさみくん、かすみちゃん、本当によくやってくれた。君たちのおかげで東京、日本は救われそうだ。本当によく帰ってきてくれた。よかったわ、本当によかったわ。さあ、国土管理室へ帰りましょう。まったく、ユウたちのおかげで、ミーの活躍の場はなくなって困るね。まったく、今日のところ花を、じゃなくて、花を持たせてやりましょう。やったじゃねえか、もみじ。ま、あたしの代わりに行ったくせに負けたりなんかしたら承知しなかったけど。一緒、かすみちゃん、僕、感動したよ。君たちみたいな女の子、本当に、本当にこんなすごいこと。じゃあ、もみじちゃん、国土管理室に戻る。はい、国木田さん、帰りましょう、国土管理室へ。国土管理室へ帰還する、足踏みを出す。木田と国土管理室、言いくれる。見方が違う。国木田って呼んでる。おい、もみちゃん、ちょっと来てくれないか。はい、何でしょう、国木田さん。早いものだ。例の足踏み時間からもう1ヶ月だったんだ。かすみちゃんも国土管理室を出て自分の生活に戻っていった。かすみちゃんがいなくなって私もちょっと寂しくなりました。私もだ。だが我々にもまだ仕事がある。足踏み事件の報告書を作成するようにみんなに言ってやる。もみちゃんは悪いが、みんなの席を回って報告書を集めてきてくれないか。はい、わかりました。できんの？ダメ、整備しとこう。あ、復帰だよ、もうなんとか。今、復帰じゃっていいぐらい。余裕ですね。結構もったいい。整備したんだけど、やっと生還したね。ここではどうやったか。まあ、せやでゆっくりやるため。すいません、かすみちゃんの分は私は使ってるので後でまとめて出しますから。そうか、わかった。かすみちゃんが足踏みから戻ってお暇くださいと言われた時は正直驚いたよ。あのおとなしかったかすみちゃんが何だかすっかり大人になったように見えた。でもかすみちゃん言ってたじゃないですか。この国土管理室で私たくさんのことを学びました。一口で言えないこと、たくさんのこと。私もう一度普通の暮らしに戻っています。今度は自分の自信を持って、国土のみんなさんが与えてくれたいろいろなものを私一生大事にします。短い間ですけど、皆さんには本当に感謝しています。またいつか会って。でね、そうか。かすみちゃんもきっとこれから感じることができる。生きるってことも意外に楽しいもんだ。かすみちゃん、もう一つの生きる楽しさを教えますよ。何ですか、教えてください。ダジャレの楽しさ。ふふ、くす、くじろう、りゅうせん、りおうせん、ゆるいぞ、るい、楽しい。深海はもうちょっと、しっかり深海。今まで温めていた自信作だ。かすみちゃんに披露できずに残念だ。はは、どこまで効果音聞ける。はい、お話に。あら、もういいじゃん。足目はずっと草薙くんと一緒だったけど、この頃どう？いいえ、別に何にもないですよ。それより報告書を集めに来たんです。ごめんなさい、からかったって。はい、こう。草薙ちゃん、元気で暮らしてるかな？かすみちゃんに初めて会ったのは、トロ遺跡の洞窟の中だった。ひとやかでいい子だった。そして誰よりも深い悲しみも、ここに持っていた。親の愛を知らずにずっと一人ぼっち、友達も頼りになる人もいなかった。闇やラガミやヒルコと共鳴したのも、彼らは同じ、悲しみを持っていたからもしれない。でも私は信じているわ。かすみちゃんは強くなった、大きくなった。短いあれだったけど、きっと国土管理室でいろいろなことを教えてくれ、覚えてくれた。信じてるわ。かすみちゃん、またいつか会えるといいわ。いや、もみちゃん、何か用かい？
はい、足組事件の報告書を集めてるんです。ああ、報告書ね。バッチリ書いたよ。じゃあ、お願いします。それとね、お兄さん、A の串七広伝、あの後、詳しく読み直したんだ。夫婦、流星、瑠璃、新海、そして、ゆず姫。みんな書いてあった。串七一族の立場から見た。見下し。下げずむ。書かれたか。ゆず姫さんだってきっと普通に生きて、普通に人を好きになって、普通に死んで、こんな風に暮らしたかったんです。と、僕は思う。暗記の身の親として、広伝には書かれてるけど、僕はそう思うよ。かなりまともなこと言う。マジ、串七一族に認識し。何の用ですか人柱か。あの、さくらさん、足部の報告書を集めに来たんですけど。IC、リポート集めなんて人柱代わりにふさわしい雑用ね、キャハ。さくらさんの報告書、ルイさんに関してです。イエス、あの、ファイヤーバードには苦戦したしね。それに、ミーにはあの、ルイの気持ちはよくわかる。大事な人を奪われた気持ちがね。ミーもマミーも、ノーチという荒神に殺された。大事な人を奪われて、相手を憎み、倒そうと考える人としてナチュラルな感じだと思うが、そういうミーやルリのような、ケースを二度と繰り返してはいけないのよ。そのためにも、この、ユーモア撃退率 100% スーパーアラガミバッツは、桜様の力を守っておられるわけ。ミーはもう少しこの国土管理室にいてあげるから安心しなさい、キャハ。いや、こんなにキャラが濃いんだから、もうちょいボイスを入れてほしかった。いや。今になって。もみじ、相変わらず人は寝てるところを遠慮なく落としやがって。すいません、あの、あちらに、足舟事件の報告書を集めてるんですけど、書いてます。失礼なやつだな、ちゃんと書いたぜ、ほら、持ってきな。それにしても、グフ、リュウセン、ルリ、そして新海、結局私は誰とも勝負できなかった。それが心の中でさ、やつらの戦いプレイもこの目で焼き付けておきたかったぜ。全然、モミジの代わりでよかったよ。まあ、最後のモミジの合体技があったから、よしとしよう。竹内さん、足舟の方と、集めに来ました。あら、モミジちゃん、ご苦労さん。私は足舟について調べた。あんな巨大なものが東京上空に現れたら、ちょっと大パニックになったし。でも実際には東京湾上空で突然光に包まれて、煙のように消えてしまった。ヒルコが最後の力を振り絞って足舟を消滅させた。私はそう思うの。それにしても、もし足舟が東京に到達したら考えただけでも恐ろしいか。え？いけるのかよ。この度の風、心からお喜び申し上げます。お疲れ様でした。荒神の対応という同じ仕事に携わるものとして、同系の念の対応で。黒い真頭の言われを聞き、我々もやり場のない悲しみを感じました。そして改めて今の平和を守りたいという気持ちを強くしました。悲劇を再び繰り返さないために、皆様の今後のさらなる活躍をお祈りしており、本当にお疲れ様でした。今週のボツ前。密かに不思議な動き。国切らしつつ、密かに不思議な動き。ボツ扱い。運の流れは気まぐれなもの、明るく楽しく生きていれば、こう向こうからやってる。いや、これ全部僕はいけんのかい。これで話して終わりかと思ってる。3.0 の新しい事業。勝ち組が消滅し、我々国道管理室の大仕事も一段落つきました。いつも私、まったいらあったが、各出演のデータをここで更新しレポートしてきましたが、みんなはきっとデータなどでは測れないものを手に入れてくれたはずです。ただ私がこれをこの場でお知らせする必要もないでしょう。システムは今回で終了します。私のモモカは盗んだよ。出てこい。こう上。ごめん。ここにモモカを置いていただく方が悪い。反省しなさい。マスターや。ちゃんと返信まで書いてる。3回の5点待ったやん。なお、酔っての発見。おまけえな、小ネタが。
最後のパンツだったらおかしくねえんだよ。アズさんのパンツだね。さすがにねえか。さすがにねえ。なぜかモミジのパンツだね。パンツを履かずに帰ったのかな。残した。ああ、間違えた。間違えた。あと食堂と1階。多分外は出れないと思う。裏技チックなのもないんか。うちしばらく待ちください。さすみちゃんアルバイトを辞めたんですってね。寂しくなった。さすみちゃんに電話するときは短縮番号でおかけください。無料で通話できます。ただし長電話控える。すげえ無料で電話させてくれるんだ。いやもういいじゃん、この前はご苦労だったね。何のことだって。俺も実はシャワー室に投げ込んだことがある男だ。大体のことは分かったぞ。この国土管理室の人たちが何をやっていたか、そして何を言いましたか。名産たちがやったこと、日本が平和な限り、洋が、日が当たることもなく、降参されることもない。だけど覚えておいてくれ。少なくとも俺は国土のみんなに感謝している。俺の女房とガキに代わっても言わせてくれ。本当にありがとう。さあ、俺も仕事頑張るぞ。まだいる。テレビで見てましたよ。見事足舟を食い止めてくれましたね。おめでとうございます。今まで協力攻撃をしてきましたけど、もうその人もないでしょう。これからもこの日本を守り続けてください。お疲れ様でした。ありがとう。各室には足舟の事件報告書を提出すること。例えば、草薙さんの自動販売機使うの見たことないな。よく考えたらお金なんか持ってないか。はは。出れんのかよ。いけんの、まさかの好きなところ。いけんのかよ。いやいや、マジかよ。なんでいけんのよ。まあでも会話変わんねえかな、さすがに。 BGM 変わったんですけど、なんでこの BGM になった。新宿駅で歌舞伎町には行ってみましたか。交通封鎖は全面解除されました。なんでこの BGM? あ、俺だけど今から帰るからじゃん。そしたら優子ちゃんたらびちゃびちゃ。あ、俺だ、ざっと見ますか、会話。前にも化け物が都庁に出現したことがあったそうです。一体都庁に何が起こるしていたの。いやいや、それはいいんだけど。なんでこの BGM なんだ。うわ、この人はね、配置が全部変わってるね。入れんのかな。ゲームやって途中で回ってましたが、違ったかな。まだ来んかな。よくわかんねえな。だったら BGM 変わると思う。
毎日は違う気がするけど、こっちからは出させてくれるんだ。いや、さすがにここのパンツは開始してると思うんだけど、さすがに。平和になったんじゃねえの。あらかじめ考えてみれば不思議な存在ですね。現在自己処理中です。要は、これもともとダンジョンだったから、この BGM がこのまま残ってるだけ。都庁の話終わった瞬間にもうあれだもんね、グフンとか言ったもんね。ああ、でもあれっすか、あのタイミングでもしかしたらここは普通に来れたんかもしれない。要は、会話は全く変わってないってことだ。こう思うよ。じゃあこの BGM ならねえよ。ここのとこ行けばすぐわかる。新宿じゃなくて、どこにも行けんのかな。どこにも行けるわ。まさか。なんもなかったとかってなかったっけ、このエリアで。わかんない。うん、ビジェン戻ったね。やっぱなんもねえな、これ。クリアした後の状態になってるだけか。あるかどうかはもうちょっと攻略サイト見て一応調べておきますけど、さすがにないと思う。あ、裏ダンジョンみたいな。ではここに戻って、まあ報告書を作成したんで、おっさんに報告せえんで。全部集めてください。ご苦労様。む、やれ、いつものパターンね。あ
ああ、まだ出動かよ。さて、今度は一体どこに？はい、こちら、国土管理室。はい、わかりました。ありがとう。ニキアさん、今度はどこに出動？今度の出動はちょっと大変だ。何しろ行く場所は6カ所もあるんだ。何？ 6 カ所もここはタコ部屋かよ、ったく。ああ、ここね、心配するな。この宿道は私からのプレゼント。プレゼント？出動プレゼントされて喜ぶ奴がいるのかよ。まあまあ、洗ってるな、みんな聞いてくれ。今回の嫌味荒神と戦いは何とか決着がついた。みんなには本当に感謝したい。しかし、今まで日本全国に出動しておきながら、ろくろく観光していない。そこでだ。今まで行った出動先をみんなで旅行してみようと思ったのさ。今の電話は旅行代理店からだ。表に車が来ている。空港まで送ってくれるらしい。敵。わあ、草薙さんに連絡しようと。おいおい、草薙に連絡するなんて、可能なのかよ。電車バトルを飛ばすのか。だから草薙くんなら大丈夫。いつでもモミちゃんにくっついてくるから。ヒジャラみたいに言わないでよ。あんまり混ぜてるのもあり、みんな行こうじゃないか。さすがにそのシーンは始まんねえと思うんだけど。あけ、ユウさん、荒波の人たち、そしてヒルコ、今度の戦いのこと忘れません。私、楽しく行きます。みんなの分まで、そしてこれからも頑張ります。モミジ何やってんだ、早く下に置いてるぞ。わあ、ちょっと待ってください。今行きます。クリアした記憶もねえな、このゲーム。最後めちゃくちゃ難かったもんな。途中で投げ出してるような可能性あるよね。どうなったんだろうね。覚えてね。来た。終わった。エンドロール。お疲れ様でした。今日ゼルダも終わって、これも終わって、結構スッキリした。はい、それは、まだ、あ、英雄伝説と残ってるんですけど、どんどん次のゲームやっていこうかな。全部飛んで。英雄伝説、パターンの次の代わりは英雄伝説。全部長編になっちゃう。そこはちょっと。あ、すみじゃん。合流したんだ。草薙がピースしてる。原作高田優連載来たね、ボスのテーマ久々に聞いたなと思ってね。いや、全然青春の伝えなかったからこんな豪華なゲームキャラクターで言ったかもいいです。アミヤマさんが聞いたことある。いやー、アニメーション細けえな。戦闘のやつでしょ。ああ、さっきのやつと合体攻撃のやつのお話でした。
強かったね。フラッシュって感じだね。カスミもね。これが合体だわ。あの、キリノみたいな。フルで流れたんだ。初めて聞いた。この BGM 作った人、天才だね。いい曲作ってくれたよ。ありがとう。かすみともみじ。終わり。で、どうなるんでしょう。タイトルに戻るだけなのか。うん、ぽいな。一応、ロードのとこだけ見てみますか。さすがに変わらないと思いますけど。うん。まずこの3つで、あ、そっか、この辺もあるのか。この辺はいつでも聞けるはずなんですよね。うん。これもともとあったんで。バトルシミュレーターとかもやってなかったね。これバトルだけができんのかね。まあ、今日はいいや。疲れちゃったね。ここだけちょっと見ときます。全く変わんないと思うけどね。うん、変わんないね。オッケー。よし。では、終わりたいと思います。見てくれた方はありがとうございました。では次のゲームでお会いしましょう。バイバイ。おやすみなさい。